では、おみ教室、やりますよ。子供も大人も集まってくださいね。右手で寿司を取ってくださいね。左手は素早くマスクの紐をつかみます。口の中に寿司が収まるように投入してくださいね。左手、マスクの紐をつかんだままです。いいですか？ここが難しいですよ。口は歯を使って寿司を噛み砕き始めてくださいね。間髪入れずマスクの紐を左の耳にかけてください。できるだけこの間の時間を短くするのがおみ流でいいす。次回のおみ教室楽しみにしてください。それまでコロナにかからないでね。